はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。褒め方を誤るとその子は伸びなくなってしまうっていう話です。これなかなか難しい問題だったりしますよね。今の子たちと呼ばれる人たちは僕の親くらいの世代からしたら50代60代くらいの方からしたら20代以下10代とか、まあ、一桁の子供たちとかっていうのは、まあ、打たれ弱い子たちが多くてちょっとした一言で、深く傷ついて学校に行けなくなってしまったりとか心を閉ざしてしまったりとか、それは当然暴力でも起こり得てしまいますし、何が変わってきてるのかっていうと、きちんとしつけをすることができない親も増えてきたとか、あるいは子供同士が競争を激しくするような環境がないとかって、まあ、いろんな理由が言われたりしてるんですけれども、まあ、そういった中でもやっぱり自分の子供とか、あるいは、まあ、これちょっと会社の方にも置き換えていくと自分の後輩部下とかっていうのを育ててあげたいっていうのが親心とか先輩上司心としてあると思うんですよね。でその中でいろんな子供たちがいたりとかする中でやっぱり自分の子にはみんな平等だよ公平だよと言いながらもやっぱりちょっと一歩上に行ってほしいとか進んでほしいとかって思うと思ってるんですね。そんな中でやっぱりそういった能力とかを伸ばしていく中で褒めるっていうのは非常に大事なんですよ。で、まあ、とある褒めに関しての評論で上から下に褒める行為だと、褒めるっていうのはだからそもそも褒めるという行為自体がこう成り立つっていうのは上から目線だからやめた方がいいみたいな話もあったりするんですけど、これ心理学の方の話では褒めるという行為がその上から目線になってしまうとか押し付けになるとかっていうようなことは証明されてないので、褒めるっていうのはぜひ活用していただきたいというのが結論です。ところが褒め方を間違えてしまうと褒められた側が努力をしなくなってしまうっていう方向になる可能性もあるんですよ。これがまずいということですんで、じゃあ今回はどう褒めたら子供は努力を続けるのか、どう褒めてしまうと努力をやめてしまうのかっていうその2極の話をしていきます。これは学力の経済学をの著書の中室真紀子さんという方も書かれてますし、いろんなところで出たりしてるんですけれども、特に子育てに関する心理学の本とか読んでても出てきてるんですが、スタンフォード大学の実験の中であるテストを子供にやってもらいました。でそのテストの結果が来て、その結果を見た親がどう褒めるかによって努力を継続するか勉強を続けるか勉強をやめてしまうかっていう結論になるか、これが分かれていきますよっていうお話をしています。何かっていうと、テストの結果が例えば子供が持って帰ってきたのが80点でしたと。でその80点という結果を見て親が80点取ったのか、頭偉いねという褒め方をするのか、280点も取ったのか、勉強頑張ったねという褒め方をするのか、どっちの方が勉強を続けたかやめてしまったか、皆さんどちらだと思いますか？2秒シンキングタイマーです。1、2。はい、結論はですね、2つ目の褒め方です。勉強したその努力の過程をが褒めたという方が結果的にもっと勉強頑張ろうというふうに子供が思ってくれたという話なんですね。つまり才能ではなくプロセス、努力を褒めることが大事ですよっていうことなんですよ。頑張ったねっていう方が頭の良さ、頭偉いねっていうふうに褒めてしまうと、もともと持っている能力が80点を取ることができるんだっていうふうに子供が思ってしまって、頑張らなくても自分には才能があるというふうに勘違いをしてしまって、これ以上の努力っていうのをしなくなってしまうんですよね。一方で努力を褒められると、あ、もっと頑張ったらもっといい点数が取れるんだろうなっていうふうに自分の中でその鼓舞する気持ちっていうのが湧いてくるわけなんですよ。だから能力とか才能っていうのを褒めるのではなくて、その結果を取るために頑張った努力とかプロセスっていうのを褒めてあげるっていうのが大事ですよというのが今回の褒め方の結論です。ですので褒めるっていうのは非常に重要なポイントなんですよ。子供たちが成績を伸ばしたりとか、部活で頑張ったりとかするためには非常に大事なポイントになります。一方で褒め方を間違えてしまうとそれ以上努力をしなくなってしまうということですので、そこのポイントだけっていうのは押さえて注意していただけたら、子供たちっていうのはどんどんもうなんて言うでしょうね、こう知らない間にそんなことができるようになったの、そんな言葉知ってるのっていうくらいに育っていってくれますんで、ぜひ、参考にしていただけたらなというふうに思います。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。